トヨタ自動車グループ7社が発表した今年4月から9月までの連結決算はご覧の通りです。このうちトヨタ自動車期の売上高は前の年の同じ時期と比べ9.7%増の2兆154億円で、最終的な儲けを示す純利益は6.2%増の1,474億円でした。 フォークリフトなどの販売台数が減ったものの、減価改善や円安の影響により増収増益となりました。また、愛新の売上高は前の年の同じ時期と比べ4.2%減の2兆3525億円で、最終的な儲けを示す純利益は88.4%減の80億円でした。 中国やヨーロッパ向けの車の動力系部品の販売数が減少したほかトヨタの生産台数が減った影響で減収減益となりました各社の売上高の通期予想はご覧の通りですトヨタの生産台数が減ったことや低調な中国市場の影響などから4社が全開予想を下方修正しています